JJ プロモーションプレゼンツ楽屋でトーク、赤嶺かなえのマギー女優はアワティーハーティというわけで今夜も始まりました、赤嶺かなえのマギー女優はアワティーハーティー、イエーイ私赤嶺かなえがこれから演劇を学んでいくため、映画やドラマ舞台などのお芝居のことを深く狭く広く浅く楽しくお話できたらと思います。さあ FM コザさんから移動してきて FM ナハさんでの放送2回目になります。今日はですね、もう待ちに待ったレギュラー MC の方をお呼びしての番組ということで、もうね、もう最初からお呼びしていいですかね。お呼びしましょう、レギュラー MC の崎山和葉さんです。いらっしゃいませ。はい、崎山です。よろしくお願いします。お願いします。久しぶりだね元気ですか？もう多分ね、想像を超えるぐらいの元気やった。もう、何、かなえちゃんはもうすっかりと東京進出されて。そうなんですよ、3ヶ月ぐらいですかね、はい、もうどうまだ電車は慣れませんなんかやっぱり反対方向とか乗っちゃいますし、大丈夫、どこに住んでても道を反対進むのは私ですから電車を反対側に乗るのも気にしないで頑張ってください、はい、最初から励まされてる。待って、カズハさん方向弱いですか？すっごく方向音痴らしい。自宅がない、なんかね、反対側に帰っていくみたいよ本当自覚はないっていうか、まあ最近はね、携帯があったらスマホに頼ってますけど、気づいたら反対方向に行っちゃってる、だからもう関東住んでた時はもう電車乗る時は絶対聞く。あ、そうですね、合ってますか、それがいい私もそうします。いいね、オープニングトークがいい感じになってきましたけど、はい、こんな感じで、30分間お届けしますので、はい、皆さんぜひ最後までどうぞお聞きください。この番組は私が所属しております芸能プロダクション JJ プロモーションの提供、よ JJ プロモーションメイクユーハッピネス、It's our business、 株式会社トランクの協賛でお送りさせていただいております。トランクね、ありがとうございます。いや、嬉しい、本当にありがとうございます。いや、こちらこそですよ。もうありがとうございます。なんか私、いや、もうね、このレギュラー MC の皆さんをお呼びするってなった時に、その崎山さんにも声かけようよっていう話になった時に、はい、いや、忙しいよ、無理だよって話してたんですけど、もう結構ご連絡して 1,2 時間ぐらいで出ますみたいな感じだった。からすごく嬉しくて、嬉しい。いやこうお話がマネージャーから来た時に、やるでしょって言って、マネージャーと、かなえちゃんでしょって言って、これはかなえちゃんの応援ももちろんそうだけど、かなえちゃんから受ける刺激がいっぱいあるから、もう私はぜひともお話ししたいっていうことで、もう即決をさせていただきました。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。あと JJ プロモーションがいい、なんかすんごいハッピーにしてくれるんですよ。本当ですか？やった。だからもう本当にありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。その分伸び伸びしちゃうかもしれないけど、皆さんついてきてくださいね。あ、ぜひお願いします。もう深夜から飛ばしていきますんで。行こう行こう。ね、
もうだから最近私も東京出てきて 3,4 ヶ月経つんですけど、最近沖縄どうですか？沖縄は、まあ、まあ天気で言うと梅雨が明けて、もう本当に夏本気出してきたなっていうぐらいの日差しなんですけど、言い方を変えればさっきね携帯に熱中症注意報みたいなのが届いたわけよ、うんうん、それを見た時にあ、なるほどと、やっぱりこう自然と共存していくことの大切さというか、やっぱりなんか甘く見てるわけじゃないけどちゃんと知ろうって思った。そうですね、うん、いやもう梅雨明けたばかりとはいえ、うん、結構な暑さなんですよね。そう、コロナに関しては、まあ、そうですね、徐々にワクチンも皆さん打ち始めていて、うんうん、今度私の年代には来てないんですけどね、うんうん、お知らせは、うんうんうん、まあこれが広まってやっと多分観光とか飲食とかそれ以外の仕事、うんうんうん、活気づくんじゃないかなと期待してるですね。はあ、もうすぐだと思う、ね、本当に。そういえばこの前、うん、あの、うん、私今ちょっとあの撮影現場に入らせていただくこと多いんですけど、ちょっとあの、うん、ね、あのその撮影現場にこの南坊さんのピッコロチョコレートの差し入れがあって、え、撮影現場になの？そうそうそう、で、そうでしょ、私、え、これ差し入れしたの誰ですかって言って、私、うん、え、これ、え、誰ですかって言ったけど全然誰かわからなかったんですけど、ちょっと嬉しい、ね、沖縄に行った人、いやでもね、なんだろう、なんだろうと思ってゆかりがあるか、ね、探したんですけど見当たらなくて、とりあえず 2,3 個食べたんですけどすごい美味しかったです。紅芋いただきました。なんで私がこんなに喜んでるかというとですね、あのイチコロの CM を担当させていただいているんです。そうなんですよそう、仮面をかぶってるのでちょっと誰かわからないってところあると思うんです。甘い誘惑ですよね、あれ、いい CM だね。そうなんだけど、あれめっちゃかっこいいよね。私超好きです。私、うん、初見で見たとき、あのカズハさんって分かんなかったんですけど、うん、誰だこの峰藤子みのある女はみたいな。嬉しい。実はあんま大きい声で言えないけど、そこ目指しました。でもすごいかっこよくて、あの CM 大好き。うーん、そうなんですよ。まあそれでまたそのお菓子が海を渡って関東に、嬉しいです。もうありがたい。なんか沖縄のお土産を目にするとすごい嬉しいんですけど、うん、だから私も現場にあのチンスコーの差し入れとか取り寄せて差し入れしたりしてます。うん、わあ、さすが。ちょっと風をね吹かしたりしております。やっぱそういうとこだよね。この沖縄愛をこうずっと持ち続けて活動するって、うん、偉いね。いやでも沖縄好きな人多くて、本当に嬉しい、うん、なんかそのチンスコを差し入れした時も、うん、もうなんかもうチンスコだけでテンション上がるわみたいな言ってくださるスタッフさんとかもたくさんいらっしゃって、うん、沖縄行きたいけど今行けないからなんか差し入れ嬉しいよって言ってくださったりして、うん、ああ、そういうの、そっか、旅行もできないから。そうなんですよ、ね、リフレッシュどういう風にするかっていうのも大変だよね。うんうん、うん、私あのでも、ね、さっきさカズハさんのインスタに載ってる、うん、あのゴールデンレトリバー、はい、あ、ゴールデンレトリバーちゃんですよね、あれ。そうです。のなんか散歩の動画とか、あのなんかハハしてるけどすごい楽しそうだなと思って、なんかあれで癒されちゃいました。なんかそう、姉がね、姉の家族がゴールデンレトリバーを飼い始めて、うんうんうん、あの子まだ8ヶ月かな、そのぐらいなんだけど、もうすっごい大きい、ね、1年ない1歳じゃないんですよね、まだ、うん、まだ経ってないんだけど、もう可愛すぎてお散歩行くときはもう率先して私が行きますとすごい楽しそうだった。なんか沖縄いいねってなった。なんかこの、ま、平和でしょ平和
そうなんですよ。うん、本当楽しんでる、うん、なんかこの散歩の時とかってなんかどれぐらい歩くんですか。結構その私がワンちゃん飼ってた時ってもう本当小学校ぐらいだったんですけど、うん、力が強すぎてずっと走ってるような感じだったんですよ散歩の時。大型犬飼ってた？いや、ちっちゃい子だった。ちっちゃい子っていうか雑種で、うんうんうん、あ、そんなに大きくない、柴犬ぐらいのサイズの雑種だったんですけど、もう本当に散歩の時の勢いが馬みたいな感じで、なんか散歩散歩みたいな感じだったの。小学生たちね。なんですけど、穏やかですか散歩の時、レトリバーちゃん。本来なら性格的に穏やかになれるはずの犬種らしいんですけど、ええ、まだ3歳まではやんちゃをするらしくて。やんちゃ？うん、もう走るし、あ、やっぱり。やっぱ甘がみが強いし、あ、もうあの行く方向とかもあっちこっち行っちゃうので、この鎖あのリードが根に絡みついて、うん、私結構青あざだらけになっちゃって、大変、ちょっと大変。今ね実はめっちゃ本当に見せられないぐらいの青あざが来てて、やばいやばい、早く行かないかな。いやでもだからだってその8ヶ月であのサイズだから、ちょっとあのサイズでやんちゃされると大変。大変です。ねえ。そうなの。一人で散歩するときはそんなに時間かけないけど、まあ、めいっ子とかおいっ子とか一緒のときは、結構歩くかも。もう帰ってもいいんじゃないって心の中で思うんだけど、なんかほら、めいっ子とおいっ子のなんか教育のためにもついていってあげなきゃみたいな。バテてちゃいけないぞと。いいよいいよって言って、結局2時間ぐらいじゃないかな、お散歩時間。で、日が沈んでからなので、夕食前か、早い夕食の後か。うん、でもその散歩した後のお風呂とか気持ちよさそう。なんか。もう最高。いいですね。そうなんですよ、うん、でもまあここから本当に夏暑くなっていくから、もっともっとクールダウンしてからじゃないといけないよね、うん、だから7時8時ぐらいですよね、ちょっと日が。そうなの、今7時でも明るいから。そうなんですよね、沖縄、うん、私結構散歩してる時間明るいからお昼間だと思われるけど7時ぐらいなんですよ、6時7時、ね、あれ明るかったですで動画。そう、でも全然昼間にね沖縄で散歩しようとすると大変ですかね、いろいろ熱中症も、うん、日焼けも、うん、あ、そうですね、うん、ああそうか、またあのワンちゃんの散歩させることとかあったら写真載せてください。ぜひ。密かに癒されてます。 ありがとう。全然懐いてくれないんだけどね。楽しみください。懐いてるよ。あ、まあそう、わあ、まあでも隣に座ったりしてるから懐いてるんじゃないんですか。なんか、あ、うん、ご褒美あげる時だけ。あ頭いいのかな。頭いいんだろうな。そうだね、本当今のところはまだそんな感じです、うんうんうん、おー、なんかいいな、やっぱり動物いいな。動物話で盛り上がっているところですが、一旦 CM 行きたいと思います。どうぞ。 JJ プロモーションプレゼンツ楽屋でトーク、赤嶺かなえのマギー女優はアワティーハーティー。この番組は週替わり月1レギュラー MC の皆さんと、ある時には深く、ある時には浅く、いろんなことを学びながら楽しくゆんたくします。FM 那覇 78.0MHz 毎週土曜日24時オンエア、アワティーハーティーしながら30分ワクワクドキドキな番組を届けていますので、どうぞよろしくお願いします。毎週土曜日24時オンエアに間に合わないよという方はですね、放送終了後に JJ プロモーションの YouTube チャンネルにてアーカイブをご覧になれます。
YouTube では映像でも番組を楽しむことができるので、お好きな時間にぜひチェックしてみてください。以上、赤嶺かなえでした。でもじゃあさ、このさ、東京で癒しを求めるときどうすんの？癒しを求めるときか。癒し求める。最近何に癒されてるんだろう。待って、ちょっと待ってくださいよ。海にもそんなすぐ行けないじゃん。癒し。なんか最近私カエルにハマってて。いやいやいや、待ってよ、待って、今電波の問題かもしれない何にハマってるって？カエルの鳴き声。嘘でしょ。いや、先週のラジオでもおしゃべりしたんですけど雨の日のこのカエルの声を探しちゃうなんか沖縄よりなんかよく外歩くので、カエルがこの雨の日にゲコゲコゲコとか、泣いてるの聞くとすごい、あ、泣いてるって なるんですけどじゃあその先週話したのそのカエルの鳴き声が結構私なんか安眠につながるみたいで、あ、カエルの鳴き声のこのゲコゲコっていう録音聞いてるとちょっと眠りやすいんですよ。へえ。だから最近の癒しはもしかするとカエルの鳴き声かもしれない。時期的にも今ぴったりじゃない？はい、だからちょっと林とかね、なんかその鳴いてそうなところ行くと耳すましちゃいますね、うん、まあ風情があっていいですねって言いたいところなんだけど、苦手なんですかね。もう一番苦手なの、今まで出会ってきた生き物の中で一番申し訳ないけど苦手なんですなんか大変な出来事があったんですか？石垣島に幼少期、小学生の時に夏休みに1ヶ月間まるまる行くっていうのが毎年恒例であったんだけど、私の島通りの上にすんごい大きいカエルが座ってる。それを見た瞬間に、なんだこんな大きな生き物はっていう衝撃もあったけど、私の島通りを取られたっていうような忘れられなくて、もうみんなで車に乗って出かけようとしてるのに、島通りっていうので私はもうお家から一歩も出れないっていう、なんか悲しい感じ、まあ、確かに怖いっていう気持ちがついちゃうとその後島通り履きづらいですもんねそう、島通りも履きづらいし、私の何だろう、勝負相手がここにいたみたいなそこからでもさ、絶対的にさ数も多いし、私一人に対して向こうはいっぱい仲間がいるわけよ。どうしようと思って、はい、そこで降伏するのが一番いいと思うんですけど、はい、まだダメ。なるほど。未だにダメ。ああ、そうなんだ。それこそその東京に住んでた時に駅に行くまでの道によく出るのよ、カエルが。うん、カエル多いですよね。多いよね、うん、やっぱ川が近いのかな。それでね、なんか板の道路の真ん中に、歩道の真ん中に居座っててカエルが。でも朝電車乗らなきゃいけない時間だったから、どうしようと思ってキョロキョロしてきた人が女性だったんだけど、声かけてすいませんって理由説明して、カエルが苦手なんですけどいるんですよ、一緒に歩いてもらっていいですかって言って、縦になってもらってこう進んで駅まで行ったの。そんなに無理無理無理。なんか最近よかった。いや、でも最近私カエルに対しての印象高くなってるので、多分昨日も多分ツイッターかなんかでこのカエルの動画載せてるやつとかのずっとリピートして見てたりしたぐらい好きだからちょっとここ今崎山さんちょっと今、はい、カ
カエル戦争勃発したかもしれないと。なるほど。でももう分かんない、これを機に、うん、もしかしたら私はカエルさんと仲良くなれるかもしれないきっかけ、うん、カエルさんとね。じゃあちょっと何かカエルエピソードでいいことあったら伝えていいですか？あ、いいね、それはもうぜひともお願いします。います。はい。だってさ、私の同級生が蜂養蜂園やってるの。蜂育てたりとか蜂蜜屋さんで、やっぱ蜂ってお家の中に入ってきたら、わあ蜂来た、やばいやばいってなるじゃん、はいはい、普通はね、うん、けど彼らは、おーいるね、あ、蜜あっちなんだけどねとか、そんな話なの。だから、あ、なるほどって、蜂に対して私たち怖い恐怖心があって、刺されたらどうしようとか、そういったのじゃない、悪いことしなかったらほぼ刺さないよというので、あの、好きになったのよ。ああ、なるほどね。蜂に関しては、うん、だからいいエピソードがあればカエルもそうなると思います。わかりました。カエルのいいエピソード探してみます。そうだね、何回目の放送で好きになるか。わかりました。何かいいものがあればご紹介します。ありがとうございます。はい、ということで、もう気づいたら結構番組も終盤なんですけど。本当に、はいはい、そうなんですよ。あの、お知らせをね、お互いにできたらと思うんですけれども、はい、まあ、先に私からいいですかね。どうぞ。はい、で、この番組ですね、うん、あの、月一レギュラー MC の皆さんと、あの、お届けするんですけれども、本日は、崎山和葉さんをお呼びしたんですけれども、はい、他にもですね、海外 MC の方いらっしゃって、うん、和葉さんと一緒にウィンウィンで MC をされてるさきさんと、さき、はい、さきさんと、前城みすずさんと、あとみちさんが、はい、みちちゃん、はい、みちちゃん、そうなんです。毎週買い替わりで MC を担当してくださっておりまして、あの、来週のね、レギュラー MC さんは誰なのかなとワクワクしながら、ぜひこの番組待っていていただけたらと思います。土曜日の24時 FM 那覇さんにて放送になっておりますのでお願いします。そしてこの番組が、終了後ですね、私が所属しております芸能プロダクション JJ プロモーションの、YouTube チャンネルにて動画の方でも公開があります。そちらもご覧ください。そしてこの番組終わった後はアフタートークを収録しますので、そちらも JJ プロモーションの YouTube チャンネルでぜひご覧になってください。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、全然というか、一つ報告を今回はしてください。はい、私ですね、キョトンとされるかもしれませんけれども、宇宙港のアンバサダーに就任しました。宇宙、宇宙港です。宇宙の宇宙ポート、スペースポートです。なるほど。はい。アンバサダー。それが沖縄、そう、沖縄を拠点に、そのプロジェクトが進んでいるんですけど、そのアンバサダーに就任して。おめでとうございます。ありがとうございます。これに関してはですね、ほぼ直談判させていただいた状態です。なので、今後ちょっとこれも今度聞いてほしいな。この、ぜひお話ししましょう。うん、うわあ、もう、すごいですね。わ、面白いよ。ああ、お話聞きたい。いや、聞いたことない。全然。ない。いないと思う。ねえ。うん。うわあ。今すぐにも聞きたいぐらい。でしょ。なんですけど。また。いいですか、来月で。また来月。お願いします。あ、でもなんかアフタートークでもちょっとお話聞けたら嬉しいです。うわー、やった。そうだね、うん、はい、アフタートークでちょろっと説明させていただきましょう。はい、ぜひよろしくお願いします。はい、で、あともう一つなんですけど、私が、あの、出演しております火曜ドラマプロミスシンデレラが7月13日より、はい、TBS 系のチャンネルでスタートしますので、もう、旅館片岡と中井の一人として出演しております森の京香という役名です。ぜひ、あの、ぽっちゃりな中井を皆さん見つけてみてください。よろしくお願いします。以上でこの番組一度締めさせていただきますが、う
はい、はい、この番組あとアフタートークも皆さんぜひ楽しみにしていてください、うん、それでは今日は月一レギュラー MC の崎山和葉さんに来ていただきまして番組をお届けいたしました。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。この番組は私が所属しております芸能プロダクション JJ プロモーションの提供よ、JJ プロモーションメイクユアハッピネス、It's our business株式会社トランクの協賛でお送りさせていただきました。トランクさん、ありがとうございます。それでは皆様、はい、来週もこの時間お会いしましょう。おやすみなさい。おやすみなさい。